グリニッジ点問題のかつての本所四五線。現在の本所四五線はこの位置から東へ角度で5.301秒、距離にして102.478メートルの位置を通過している。四五線とは地球の赤道に直角に交差するように両極を結ぶ大円である南北線、南北圏ともいう同一経度の地点を結ぶ経線と一致する。 四後線に対して直行するのが、うとり線で、東西圏とも言う。これに対して、同一緯度の地点を結ぶのが異線である。四後線は、南極点と北極点を結ぶ大円をこれら2点において2分、する大円弧となり、必ず南北に伸びる。同一の四後線上の各点の位置は同一の経度で与えられる。四後線という語は、この方角から馬の方角に伸びる線を指している。 これは方角を十二子に当てはめるやり方から来ている。夜の0時を、まさこ、昼の十二時を、正午というのも同じ期限である。なお、極点を結ぶ楕円のことを地球に用いる場合は特に体験とも言う。鉄器などの影響を全く受けない状態で磁石の針が差し示す線を気四五線と言い、これに対して両極を結ぶ本来の四五線は、 真の四五線と呼ばれる。両者には偏差を生じる。四五線の長さは約4万キロメートルである。これは1メートル自体が当初、四五線全周長を4000万分の位置にした長さを基準に決定されたためである。赤道や尻局という明確な基準のある緯度と異なり、軽度には明確な基準が自然には存在しないため、軽度0度の地点は人為的に設定する必要がある。 過去、世界各地で様々な死後線が本所死後線に設定されてきた。国際的には、1884年以降は、イギリスロンドン郊外の旧グリニッジ天文台跡を通過するグリニッジ死後線が本所死後線に設定されていた。現在はこれを継承した、アイヤーズ基準死後線がグリニッジ死後線の102.478メートル東を通っている。 本書四五線以外の四五線は地球中心を頂点として赤道に沿って測った本書四五線とのなす角によって互いに区別される。本書四五線より西側の経度は整形、東側は統計と呼ぶ。詳細は経度の項目を参考のこと。天文学では地平線上の真北から天頂を通って真南へ至る、天球上の仮想的な大円を四五線と呼ぶ。 したがって、北半球では天の北極、南半球では天の南極が必ず四護線上にある。四護線は常に地平線と直行する大円として固定されているため、地球の時点に伴って、天球上の天体は日周運動を行い、四護線を通過する。これを四護線通過と呼ぶ。天体の設計と観測地での地方構成時がわかれば、 その天体が、その観測地で、守護線通過する時刻を求めることができる。英語のメリディアンは、正語を意味する、ラテン語のメリディアスに由来する。佐藤真一、誰にもわかる、自分広報解文堂、出版、1958年、6ページ及び9ページ、プライムメリディアン、ジオグ、ポート、AC、UK。ありがとうございます。